相手の股の間に自分の膝を割り入れ、相手の太ももを制して抑え込みに入る。両足を担ぎ、相手の腕を膝で制し、相手の右手を取り背中に回し抑え込みに入る。相手の片足を制して密着しながらずり上がって抑え込みに入る。相手の両足を制して素早く回り込む。立ち技から寝技に移って一気に攻め込んで一呼吸入れるのがこの型を決めたこの状態であります。型を決めるということは、この後ろ帯を持って肘で相手の頭を制して、それから上から乗るんじゃなし、下からこう懸垂で擦り上げるように乗って、それからこの膝は相手の腰骨に当てて尻を引く。それから足をだらっと流しておると二重絡みされますから、足首だけは相手に挟ましておいて膝は抜いておく。こういう形でしばらく一呼吸入れて、それからいろんな抑え込み、あるいは逆締めに移れるわけです。この基本の形が型を決めたという状態であります。でもう一つの手の持ち方は、この型をこっちに回してこういうふうな形でここで一呼吸入れて、これから攻める二つの決め方があるんです。どちらでも自分の得意な方で相手を決めて、これから抑え込みまたは逆とか締めに移るわけです。これが基本の姿勢です。抑え込みに入る直前の形がこういう形になります。まず型を決めて、相手に跳ねられても逃がさないように決めておいて、それから足を二重絡みにならんように膝だけまず抜いておく。こういうふうに足首だけ持たせておいて、それからいろんな抜き方があるんですが、横四方になるように抜く場合には内ももに原骨を当てがって押しながらこの膝で四方を抜く。それでこうして横四方に取ります。縦四方になるように抜く場合はまず腕を抱えます。これで跳ねられないようにこれで決めて、それから相手の上に乗るようにして、これで四方を抜くわけです。袈裟固めで相手を取る場合にはこういう形から膝を内側にひねり込んで、それでこの手を抱えるようにしてキュッてこういうふうにして押さえ切ります。肩固めに決める場合にはこの肩を決めた手を持ち替えて首を抱えます。それでこういうふうに持って頭をくれくぐらして、こういうふうに肩固めに入る準備をして、それから足をこういうふうに抜きます。これで肩固め。二重絡みの挟み方、二重絡みの外し方。
体を一旦ずり下げ、挟まれた足を伸ばし、二重絡みの一つを外す。